2014年のルッカコミックスゲームズにて、ホアン・コルネラ・バスケスは、スペインの漫画家、イラストレーター。ユーモアなブラックコメディを交えた、風刺漫画の作家で知られる。ホアン・コルネラは、スペインのバルセロナで生まれた。美術学科を卒業後、ラクルトゥーラ・デル・ドデーノなどの雑誌や、エル・ペリオディコで、カタルーニャやアラという新聞などに漫画を連載している。 また、ニューヨークタイムズにも連載されたこともある。2009年には、自身の初めての本、オブリオで第3回、ジョゼップ・コール賞を受賞した。グレナにより翌年出版されている。2010年からは、スペインの風刺漫画雑誌、エル・フエベスにレギュラーとして漫画を連載している。2010年から2012年に、コルネラが発表した作品を集めた。 フラカスサメホールという作品集が2012年に出版された。この作品集に連載されている多くの作品は未発表のもので、エルフエベスや他の雑誌で発表していたものも含まれている。2013年にモックス・ノックスという3冊目の作品集をバンエディショナズ社から出版した。 2015年12月にはキックスターターにて漫画を元にした短編アニメーションの制作資金集めが行われ9万1647ユーロが集まった2016年に完成し出資した人たちには DVD が送られた YouTube のチャンネルで全30話を見ることができるデザイナーのステファニアルシーニとコラボでアメリカのバンド ウィルコが2016年9月に発売したシュミルコというアルバムのカバーをデザインした。2016年から世界各地で巡回個展を行っていて、日本では2017年12月に東京の寺田倉庫 T アートホールで個展が開催された。ありがとうございます。